トミックレッド、トミックです。シュキン、微妙だね。新居に引っ越して一本目の動画はね、何をするのかというと、サムネとタイトル見たらね、もうわかるかな。時代によってオシャレって違うわけじゃん。10年前だったらルーズソックスがオシャレとかさ、オシャレってこういっぱいあるわけだ。あ、ちなみにね、今日の動画は美容動画のジャンルになる。俺はね、一回やってみたかったことがあって、昔から。何かっていうと、お歯黒をねやってみたくて。紫式部とかね、清少納言とか、あれ清少納言じゃないから、清少納言だからね、ちゃんと切るところ違うから。そこ紫式部とかね、清少納言がねやってたお歯黒をやりたいと思うんだけど、もう材料何を使うのかって言った時に、俺はね、近所のスーパーで見つけてきたイカスミソース、イカスミを使っちゃえというね思考に来た。で、これはね、予約でいっぱいの店というね、シェフがね作ったイカスミで、これを温めて歯に塗るわけだ。それじゃあね、火を沸かすところから始めるんだけども、今回のね、新居のいいところはね、このね、ガスコンロがね、なかなかね、発展してる。すごいよ、これ。こうやって回したら、火力がもうすごいのよ。あれ？あ、こっちはちっちゃいのかった。こっちの方だね。すごいよ。うわー、すげえ。見て。すごい、もう、ボーってもう、ファイヤー、もうターンファイヤーみたいな感じで、すぐね、温まるのよ。このね、コンロは。イカスミソースをね、茹でる。あっちゃー！わ。ちょ、致命的なことに気づいたんだよ。今回ね、別に料理の企画じゃねえんだよ。食べる企画じゃないんだよ。だからね、俺イカスミを無理に温める必要はなかった。うわ、新居にこれ飛び散ったら嫌だな。うわ、え、うわ、ちょっと飛び散っちゃう。やべ、モルさん T シャツが、そうだ、白の T シャツなんか着てくんじゃなかった。うえー、あ、飛び散る飛び散る。これがイカスミだ。てか、イカスミ食べたら、これ、お歯黒になるんじゃね？いただきます。おぉ。普通に美味しい。うん。やっぱりここは、塗るしかないんだね。今回の動画すげー汚くてごめんなさい。でもイカスミは美味しかったです。